今コロナで病院にいる人病院に行く人が少なくなりましたそしてゴールデンウィークの後もコロナになる人が増えませんでしただからコロナが増えないように特別に注意するリバウンド警戒期間は5月22日に終わりました東京都に住んでいる皆さん仕事をしている皆さん コロナが増えないように気をつけてくれてありがとうございます。病院で働いている皆さんも毎日大変な仕事をしています。本当にありがとうございます。でもコロナは終わっていません。これからもコロナにならないように気をつけてください。大切なことは正しくマスクをする、手を洗う、人と近くで話さないことです。 一日に何回も窓を開けて部屋の空気を新しくしてください窓がない場所や人がたくさん集まる場所に行かないことも大切ですレストランでご飯を食べる時はコロナにならないように気をつけているお店に行ってくださいいつもより元気がない具合が悪い時は会社へ行かないでください 学校へ行かないいでくださいそしてコロナの検査をしてください病院に行ってください自分や家族大切な人を守るために安全な社会をつくるためにできるだけワクチンを打ってください今コロナにならないようにコロナが増えないようにすることが大切です コロナの前の元気でにぎやかな東京に戻れるようにみんなで頑張りましょう。皆さん、よろししくお願いします。